おはようございます。黒バラ軍団の太郎です。本日のターゲットホールはキコーナ梅北店さんです。本日は開店後のオープニング撮影となっております。入場抽選の結果、約160人くらいの並びの中、僕の番号は145番でした。前日の下見の結果、バジリスク絆に、狙い台があったんですけども、すで、にお客さんで埋まっていたので、北斗天星の狙い台から打っていきたいと思います。本日、ランク制初戦ということで D ランクからのスタートになるので、まずは今日勝って、一つずつランクを上げていけるよう頑張っていきたいと思います。それでは実戦よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、この北斗天星なんですけど、過去1週間のグラフ見ることできるんですけど、全部へこんでるんで、設定狙いの上げ狙いで、打っていきたいと思います。はい、それでは、北斗天星打っていきたいと思います。まあ、とりあえず朝一前代、ボーナス柄揃いになってるんで、ガックンによる判別はできないですね。周り見てた感じ、まあ、セイントセイヤとか、番長とか、吉宗とか結構降格とか特訓とか言ってたんで、まあ、設定変更してるのはしてるが結構あると思うんですけど、まあ、前代かはまだちょっと分かんないですね。ゲーム77アベして、気持ちいいですね。熱いですね。強制解除ですね。強制時からの強制解除です。総投資が3000円です。オーラの色は黄色ですね。真剣勝負ですね。で、7を狙い出ましたね。ダメです。これは熱い。はい、勝負玉2個で勝ちました。では、勝負玉残り1個で、2セット目いきます。ちょっと奇跡を。貴様の執念だがそんなものか。ダメでしたね。ああ復活です。
セット、トータル120ゲーム361枚の獲得でした。今僕この北斗上げ狙いで、打ってるんですけど、昨日下見時に、まあ、全体見た感じ結構上げられてるようなグラフの台が、結構見受けられて、かつ、角付近に、強いイメージがあったんで、今まあ角の上げ狙いで北斗打ってるんですけど、まあ、昨日も、北斗に関しては、角で子役カウンター使って打ってられると最後までいたんで、まあ、ただ1日見ただけでは全然そんなん分かんないんですけど、まあ、一応そういう傾向もあるのかもしれないということで、まあ、他の台の角付近とかも気にしつつ、まあ、僕の台も見ていくっていう感じにします。現在900アベスで、まあ、超えてほしくなかったモード B の天井を超えてしまったんで、まあ、モード A が確定、なおかつ、まあ、深いハマりを食らっているという感じなんで、まあ、これはちょっとマイナス要素ですね。
嫌ですかね。はい、当たりましたね。59ゲームですね。すいません、ちょっとアビシス確認できなかったんですけど、80、70アビシスぐらいですかね。持ち込みでボーナス確定です。ひどいですね。3発を回避したいですね。よし、2個使いましたね。残り2個でゲットできます。2連でしたね。総獲得枚数が248枚でした。はい、ここまで、北斗転生回してきたんですけど、まだそこまで試行回数多くないんで、100% 高設定ではないとは言えないんですけど、今のところ強い要素もそこまでないんで、この台はちょっと早めに見切って、これ以上リスク高くなるんで、見切って他の台を探しに行きたいと思います。はい、この北斗転生なんですけど、今結構ホール回ってきて、現状今ちょっと打てる台っていうのがないんで、全体見た感じ、リセット挙動の台も結構あって、北斗でも、酔い腰天井発動しなくて確実にリセットやったっていう台もあるんで、ちょっと遠いんですけど期待値プラスやと思うんで、この台を、リセット狙いしたいと思います。はい、現在257安倍市まで回してきたんですけど、解除なかったんで、別の台探しに行きたいと思います。はい、この北斗転生なんですけど、現在415ゲーム、501アベしてやめられてるんで、リスクも少ないんで、500のゾーンちょっと回してみたいと思います。431ゲーム、517アベして追加です。続けてチャンスリプレイです。447ゲーム、533安倍して天安の時です。阿部氏獲得です。超ゼリーですね。超ゼリーが200ですね。
りましたね。アビッシュ469で775アビッシュで、当たりました、総投資が3万2000円です。まあ、198アベシ残ってくれたんで、まあ、よかったと思います。オーラの色は青ですね。では投資していきます。おー、レインボー出ました。いや、これはありがたいですね、ほんまに。さあ、平均以上は行きたいところですね。7個ですね。まあ平均ぐらいという感じですかね。まあとりあえず7個乗せることできたんで、これで単発回避してちょっと勝負球貯めて伸ばしていきたいですね。お、勝負リプレイから7個乗りましたね。いや、さっきのタブレットランプと同じですね。これは嬉しいです。ありがたいですね。まあ、勝負玉16個なんで、さすがに回避できると思います。6連敗ですね。これは熱いでしょう。はい、まあ、ちょっと7個使ってしまいましたけど、まあ、残り9個で2セット目です。勝負玉12個ですね。
カウスのカスメン3個上で、スコープ玉残り4個で6セット目いきます。
残念です。はい、現在685アベスまで、まあ、天破で結構引っ張られてしまったんですけど、まあ、この台はもうやめて、他に移動で牛台を探しに行きたいと思います。はい、この吉宗なんですけど、現在221ゲームでやめられてるんですけど、キャラが、まあ、モード B、 ほぼモード B 濃厚のキャラで、まあ、あと30ゲームぐらいは、全長あるかもしれないんで、ちょっとこの台打ってみたいと思います。はい、解除なかったんで、258ゲームでやめて、他に移動先探しに行きたいと思います。はい、このマドカマニカなんですけど、現在390ゲームでやめられてるんですけど、まあ、前回おそらく天国抜けやと思うんで、まあ、通常 A やと思うんで、400のゾーン狙って打っていきたいと思います。はい、446ゲームで、全長来てないんでやめて、他の台探しに行きたいと思います。はい、このバジリスク2なんですけど、現在646ゲームで、やめられてるんですけど、まあ、天井狙いちょっと遠いんですけど、まあ、天井狙いしつつ、まあ、これ今日が、ガス算100分の1ぐらい引けてるんで、まあ、一応設定判別もしながら兼天井狙いっていう形で、打っていきたいと思います。朝からずっとホール見渡してるんですけど、ここのお客さん結構レベル高くて、やっぱりいい台っていうのは朝から500数えてずっと打たれていて、ダメな台っていうのはスパッと見切られていて、まあ、なおかつゾーン狙い天井狙いで動いてるお客さんもいて、だからまあこのバジリスクも、まあ、設定は6ではないっていうんで、まあ、見切られた可能性も十分にあるんですけど、まあ、天井狙いも含めてるんで、まあ、これはこれでありなのかなとは思いますし、他に打てる台っていうのも期待である台もないんで、とりあえずはまあ回していくっていう感じですね。82ゲームで今日チェンジです。花火から出たんで、まあこれはもらったと思います。はい、803ゲームですね、持ちコインで当たりました。強敵からです。5対5です。お大物出てきましたね。ここはちょっと何としても公約を引かないといけないところですね。さあ、いきなり、さあ、MB ですね。熱いの来ました。熱いございます。熱いございます。今日ジェリーですね。ワンツーですね。まあ、とりあえず一つという感じですね。
チャンスプレーです。殺せるもの殺すまで、赤文字で殺せるもの殺すまで、小四郎の勝手ですね。勝負じゃ、かけろ小四郎の敵。確定しました。いいですね、金文字です。お前のその地で地獄を見ないよ。チャンスリプレイから一つ取って、負けちゃいましたね。まだです、まだです、まだです、まだありました。ノコ追戦です。暑いですね。これぞ新案の極意じゃ。今日 MB からですね。ありがとうございます。もはや止まれぬ。飛行機はい、継続バトルですね。ちょっと危ない気はしますけど。行くぞ。ダメでしたね、このバジッタイムでは、252ゲーム608枚の獲得でした。はい、このバジリスクなんですけど、現在472ゲームまで回してきて、まあ、判別要素的に、まあ、まだ全然試行回数少ないんですけど、まあ、特に強い要素っていうのもなくて、まあ、前任者の方も、それで多分見切ってるとは思うんで、まあ、それも合わせて、もうこの台は多分高設定の可能性はちょっと低いかなと思うんで、やめて、他の台を探しに行きたいと思います。はい、今ずっとホール見て回ってたんですけど、朝一からもう稼働率っていうのがものすごく高くて、現状、まあ、高設定挙動の台っていうのは、まあ、朝からずっとお客さん売ってられてて、今まともな空き台っていうのがもう全くない状況なんで、まあ、残念な結果なんですけど、まあ、今も持ってる出玉を流してしまいたいと思います。ありがとうございます。436枚でした。お疲れ様でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですが、朝一から、稼働率がものすごく高くて、お客さんのレベルもかなり高かったので、高設定があったんですけども、最終的に僕はたどり着くことができませんでした。本日の結果なんですけども、投資が1600枚、回収が436枚、サマイがマイナスの1164枚でした。今日勝つことができなかったので、次回からも 3連勝を目指して、頑張ってランクを上げていけるようにしたいと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。